邪魔したね。すぐ分かったって言えるのも、それを実行できんのも恐ろしいわ。たっけー。あっ、ナイス。遅かれ早かれ優秀な彼らには結果を出さなければいけない日がやってくる。ここでの練習とチームに戻ってからの練習を別物として考えないでもらい。またね。オス影山、オス。小森さん、お久しぶりです。うお、影山にも知り合いが。ユースで一緒だったんだろうな。ペロって月張りで見た。サクサさんは一緒じゃないんですか。サクサはあっち。